ダメ？いいよいいよ。叩かれちゃう。全然。俺が叩く。バンカー右からフェード。全然大丈夫。ど真ん中。本当だ、やった。全然飛んでない。なんでドラが飛ばないんですかね。俺どうやったら翔太さんみたいなスピンがない球打てるんですか。結構そうなんですか。うん、結構低めから上がってきたりしますよね、翔太さんの球。なんで満飛びするんですか。満飛びの秘訣はこの下半身ですかね。ここっすね。あ、ピー入っちゃったじゃん。ナイス。完璧。わかんないけど、まあ、全然いい方向に行った。9番バカでしょ。番手がバカ。やばい。どこ？中左。グリーン左乗ってるかなぐらい。ここら辺ね。何やですか。分からん。適当。8番多分15とかじゃない。適当っすね、本当に。ライもあんま良くない。普通か。ちょっとくぼみにある感じかな。上げてます。上げてるね。風に負けちゃいました、僕のボールは。いや、なんでそれがまっすぐ行くの。ああ見えないけど。弱い。あ、弱い。ラフった。ラフってもまっすぐ行くんですね。なんか基本的にどんな球でもまっすぐ行く。今右と左どっちのミスの方が多いんですか。右。あ、右の方が多いんですか。うん、そうですね。体が回ってないのかもしれないですね。ピンはこちら。レッツゴー。3打目。OK、9番。おはようございます。9番じゃないですか。翔太さんの3打目。50度で転がし。逆目のタイトなライで難しそうですね。高麗。ナイス。オッケーですかね。オッケーないか。オッケー。いや、微妙。はい、ナイス。これは。余裕で入るでしょ。危な。翔太さん何見てるんですか。さっきなんか高弘からおすすめされた YouTube。 いやおすすめしてないですよ。おすすめしてないですよ。何見てるんですか。ベストゴルフスイング。ベストガールゴルフスイング。変態っすね、翔太。いや高弘でしょ。なんだ俺そんなこと言って教えてもらったんですよ。高弘これ。そんなことでもそんなの見ないですよ。これいいね。ん？女性視聴者が下がってる。あ、そうなんすか。気にしてんすか。気にしてる。やっぱ女性視聴者に見てほしいってのあるんですか。あ、ナイス。
これだ。これじゃないの。え、バンカー？え？どこしか超えてるって、どこを超えてるか。バンカー。いや、超えてるでしょ。あれ200ヤードとかっすよ。さすがに、あ、被ってる。入ってないっす、バンカーには。やった。ファインで高いの。あれ、女性のファン増えてほしいよね。だって 99% 男だよ。いいでしょ、見てくれるだけありがたいでしょ。こんなくだらないどうやったら増えるんだろう。だからどういう動画をやってほしいかコメント欄に書いてもらえばいいんじゃないですか。どういうなんかラウンド以外で、あ、ネイルとか始めればいいのかないやダメでしょそれこそ誰も、ね、ネイル始めましたっつって、うん、そうね。女性。伊藤翔さん。伊藤翔さん。伊藤翔さんがやればいいんじゃない。やだよ。いやー、これいいでしょ。いや、あの今手に当たってないんですけど、教育。キャリーで置いてかれた。どうもどうも。当たれば取ろう。うぜ。105。105。50だ。はい。残り10ヤードくらいある。あるんじゃないですか、多分。10もあります？あるよ。そういうの分かんないんですよね。俺も分かんない。いつもそのまま行っちゃうんですよ、俺。あ、そうじゃん。なんか上がるからいいかなと思って、超えちゃえば関係ないかなと。なんかフェード打とうとした打ち方けどフェードしてない。全然してない。インテンショナルに打とうとしたんですか今。全然。なんかいつもしなくないですか、ああいう手首の使い方。こうやってた。無理やりだよ。無理やり左行っちゃったなと思った。あは92、はい、56度だ。56度。ドローさせようとしたんですか。まっすぐ行きました。すごいまっすぐ行きました。右構えてました見て。これ右構えてました。いや、ピンまっすぐ。ピンまっすぐ。プッシュしただけか。ああ。ダメだ。ドロー向いてない。やめよう。やめましょう。グリーン遅くてこんなショートしました。これは結構曲がるな。結構曲がりそうっすね。確かに上り。お、ちゃんと打ってきた。入った。うまっ。パターうまっ。この人やば。初バーディ。ナイス。初バーディ。切れますかねこれ。うん、切れるよ多分。よ、弱いと切れるよ。ナイス。ナイスパー。ヒカキンもさ、最近、うん、4番の200ヤード4番らしいです。何番？5。あー、だった。手前。
はい、バーディーパット段を登って下るフック、あ、惜しい、ちょっと惜しかった、ナイス。ショートさんのバーディーパット15、6ヤードですかね、下りのフック、早打つの、いや遅い、結構来た、ナイス、 OK です、ナイスパー、ピンは？ピン抜きます抜くの？いやだって当たって出ちゃうから、カメラ当てないでね、当てないですよこうやっとくかいやそれだったら見えないじゃん、だってあ、そっか来たら、来たらこう、ナイス、おー危ない、ありがとうございます。この動画見て面白いと思った方は高評価、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします、はい、ありがとうございました ありがとうございました。